ります。ぷつりと切れた告げてくれるってありゃしない、置いてけぼりを蹴飛ばして駆け出す指に血が滲む、
反省会会場ですので、ここからの視聴はもうお任せしますので、はい、まあ、この後はですね、どういう話するかというと、まあ、どういう機材使ったとか、まあ、あとどういう、点を、まあ、注意したして演奏したとかっていうのをですね、まあ、なんとなくダラダラと喋るだけですので、はい、ラジオ感覚でお聞きください、はい、ということでね、今回ね、坂本冬美さんの、夜桜お七をですね、初見演奏、したんでございますけれども、昔はね、ドラム道場千葉校、菅沼浩三ドラム道場千葉校のレッスンで、必ずね、毎週曲を演奏すると。で、毎週変わるんですよ、やる曲を。で、それはまあその曲ができるためでもあるんですけど、一番の理由はまあ初見力を鍛えようっていうのが、テーマでやってまして、で、こうフレーズができるできないというのも、まあもちろんポイントなんですけども、その譜面を見て、あ、イントロこうなってんなとか、で A メロこうこれぐらい の回数でやるなとか、楽曲の構成をパッとね、まずはこう、読み解くというのが、まあ一つポイントになるのかなと思うんですけども、やっぱりね、自分のレッスンで今はこうね、毎週のようにその曲を変えてやるってことがないので、こういう経験というか練習は、まあね、なかなかね、自分でやろうと思ってもね、なかなかできないんですよね。まあなんかね、結構こう海外のスーパースターのドラマーとかね、なんか毎朝起きたらこう譜面の山から適当に曲パッと取ってそれを演奏するんだみたいなことをね、なんかね、なんかの記事で読んだことあるんですけども、まあね、なかなかね、そういうことはできないんでね、まあこういうね、動画っていうね、機械を使ってですね、こういう練習というか、まあ、練習を皆さんに見ていただくっていうのは、ちょっとね、こう演奏家としたらちょっとなんかね、ちょっとなんか申し訳ないなって気持ちになるんですけども、まあ一つのね、まあなんかエンターテインメントといったらちょっと違うとは思うんですけど、まあ一つのね、まあ娯楽的な感じで、あ、失敗しちゃってるよこの人みたいな感じでね、見ていただければいいのかなと思っております。ポイントはなるべくこう抑えて演奏しようという心がけはね、してるつもりです。買った譜面をこう見てやるんですけど、イントロやって A メロ行ってで、まあスローなのは知ってたんですけど、ただね、一回サビ行ってで、もう一回イントロみたいなのってこんな長かったっけみたいなねだいたいやっぱね、こうイントロ A1 番やって、でもう一回なんか感想言って、でその感想って大体イントロと同じ長さか、それよりちょっと短いぐらいが、まあ、大体なんですけど、長くねと思って見た時に、そんなシーンあったっけかなみたいな感じで、ちょっとね、おっかなびっくり演奏してるんですけども、長かったですね。なんか長かったっていうとすごくなんか批判めいてる感じするんですけど、ああ、そうだから、ネット記事とかでも話題になってましたけど、最近はそのなんていうんですか、曲が短いみたいな、そのもうね、2分半とか3分ぐらいでもうパッパッパッパ終わるみたいな、でイントロもほとんどなくて感想もないみたいなね、だからまあこうショート動画向けになってるみたいなね、話もあるんですけども、でもね、僕は分かんないんですけど、まあそこに関してはね、僕はあえて、まあ、何かここで、自分のお気持ちを表明することはないんですけど、でも昔の曲も短い曲多かったかなと思いますよね。なんていうんですか、ミネソタの卵売りとか、えらい短いですよねだからまあなんかそう、なんかね、時代的なその背景っていうのがね、やっぱりその音楽って結構こう色濃く反映されるのかなと思うと、やっぱりね、音楽ってそのただ聴いて楽しいし、その曲がその流行ってた時のその背景をなんとなく、まあね、僕は歴史を勉強する人間じゃないのでそこまでは分かんないですけど、まあ、なんとなく、あ、そういう時代なんだみたいなのをね、なんか当時の映像と見ると、あ、なんかね、こう、あ、音楽ってやっぱこう時間の芸術なんだな、なんていうことをね、なんか改めて思ったりするわけでございますけれどもまあそれは置いといて、今回はいつもね、結構ワンタムでやったりもすることあるんですけど、今回はね、結構3タム1フロアっていうね、まあまあフルセットだと3タムにあと2フロアにはなるんですけれども、これはね、過去動画に、ちょうど先週の動画ですね、ブルーマンのオーディションですね、オーディション動画を
撮りたくて、で撮ったんですけど、それがあのサンタム構成になってるんですね、そのブルーマンのその課題曲が、まあ、なったんで、あの今回サンタムにしてます、はい。ただちょっとセッティングの仕方ちょっと間違ってま間違ってるってわけじゃないですけど、あの EAD をこう置いてるんですけど、あの EAD の真上にあのタムが1個来ちゃってるんですよね。だからちょっとやっぱりそうするとあんまり具合が良くないので、まあね、ちょっとここはもうちょっと考えたセッティングをしないとダメですね、うん。で、あの使用した機材なんですけど、今回ちょっとね、あのちょっと映りきれてないんですけど、ちょっとこれあの画角をねちょっと僕が調整できなかったんですけども、あのチャイナがあのライドの、まあ、フロア側にあの18の A カスタムのチャイナがあります。18インチですね。であとハイハット側にも16インチの、チャイナがあります。チャイナハイですね。 A ジルじゃんですね、これはね。 A カスタムの18のチャイナと、16のA のジルジャン、チャイナハイが置いてあるんですね。で、あの今回はあの16と18ですねのクラッシュはコンスタンチノープルをね、今回はあの使用しました。もうね、何のこっちゃ分かんない方はね、あのあうーんと思っていただければいいんですけども、あちょっとね、あの高級なシンバルをね今回はねあの使いました。まあ、別になんかその俺持ってるからすげえだろうっていうのを自慢したいわけではなくて、ちょっとね強めのシンバルの音が欲しくて、であの普段ね使ってるのが今 K ジルジャのあのスイート K スイートですね。 K スイート使ってるんですけど、スイートねすごくいいんですけど、そのちょっとねそのなんていうんですかね、バーンって破壊力はあんまりないんですよね。あの混ざりがいいんですけどね、ふわーんってなんですけど、こうバーンふわーんはないですよね。ふわーんなんですよ、軽スイートは。ふわーん でなんですけど、今回はちょっとこうガンふわーが欲しかったんで、でコンスタンチノープルは結構叩き方でいろいろできるんですけど、どっちかというと結構こうバーンって音も出せるし、ふわーんって音も出せるしってことで、まあ、ちょっとねそこのこうなんかメリハリをはっきりさせたかったので、まあ、今回はまあコンスタンチノープルをね、まあ、気分的に持ってきましたと。であとでハイハットはねもうファットハッツ、これねもう俺ねもうファットハッツは俺ねもうしばらく変えることないだろうね。もうねすごい好きですね。ねもう最近もう僕のもう自分の勝手なあの思い込みですけど、僕の代名詞になりつつあるのがあの FX ロークラッシュですね、まあ、ライド代わりに使ってるんですけど、まあこれですね。でヘッドはまあ朝プラのタム類は S2 シリーズっていうのを使ってます。で S2 のライトっていうのを使ってて、で1枚ねクリアヘッドになってるんですけど、まあそれも S2 のライトを貼ってますと。でバスドラは新しく出たキックアタックですね、キックアタック、通称キックアタックですね。で、スネアのヘッドはアサプラの LC ヘッドですね、 TE02 っていう、まあ、一番分厚いタイプのヘッドを使ってますね。でスネアはねこれね久しぶりにこれね、あの構造さん の、まあ、その関東 地方の最後のローディでワッキーさんっていうのがいるんですけど、ワッキーさんからもうこれすごいねいつもねあの怒られるっていうかなんかブーブー文句言われるんですよ。あのこれねスネアの構造さんのモデルスネアですね、セカンドモデルのカッパーモデルっていうスネアを使ってるんですけど、これに僕はあのスティーブ・ガットさんのシグネチャーモデルについてたウッドフープを乾燥して使ってるんですよ。まあ、これをねそのワッキーさんはもうありえないと、信じられないと、どんなセンスしてんのみたいなねことはね、まあ、めちゃくちゃ言われるんですけど僕はねなんかねこの組み合わせ好きなんですよ。まあ理屈じゃないんですよ、なんか好きっていうちょっとね演奏の内容的にはねちょっと1番のサビ前とかちょっとね、まあやらかしちゃってるんですけどね、タチチみたいな、なんか203年かなんか入るところだったから、なんかどっか前半ちょっとねちょっと失敗してるんですけど、まあその辺もね、まあ初見演奏あるあるですけど、この夜桜お七がまあ演歌なのかどうなのかっていうのは僕はちょっとよくわからないんですけど、昔ねその構造さんと一緒にライブをツインドラムでライブやってた時に構造さんがなんか MC の時に急に辻君は演歌ドラマーだよねみたいな話を
急にしだしたんですよ。なんか演歌っぽい。ホストクラブ。営業向けかもしれないですね。僕昔レッスン中に辻君演歌ドラマよねって言われたことあるんですよね。あれの意味がちょっと僕にはよくわからなかった。歌心があるということですよね。彼のドラミングには、ね、古い言い方ですけど、ハートがあるんですよね。こと言ってて、で僕はその意図が全然分かんなかったんですけど、だから未だにね聞けないんですよね。まあもう宇宙ツアー行っちゃってるんで今更確認のしようがないんですけど、まあなんとなくどうか楽しんでいただければもうそれで私は結構でございます。はい、別に老け込むつもりはないんですけど、やっぱね演歌というかそういう曲を聴くようになりましたね、なんかね。なんででしょうね。五木ひろしさんとか、まあ毎日のように聴くことはないんですけど、移動中その例えば音楽をまあ僕も聴いたりするんですけど、まあ普通にねポップスだったりだとか、あとジャズとかプログレとか、それこそ構造さんのバンドの曲とか、まあメタルとか、まあいろんなのを聞くんですけどね、たまにね五木ひろしさんとかそういう聞くようになってきたんですよね。なんででしょうね。なんかね自分のテンなんかね心のテンポと今それぐらいの曲調が合うなっていうことが増えてきましたね。はい、ということで、まあ今回は特に何の話でもないんですけども、まあ、夜桜お師匠を叩いてみたという動画でございました。はい、ということで、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてね、動画のコメント、そして拡散の方もねぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さよなら。